皆さんこんにちは。こんにちは。マックス村です。ラミルトンです。本日はですね、あのレイドというものをやってみようとっていうのは我々普段そうですね、他の方が召喚されてるやつに、突入してみるってことはあるんですが、ありますね。あの自分たちで召喚したことがない。はい。で実際に召喚しようと思うとかなり大変らしいんですけれども、ね、まあ露店に、ボスの種類によっては売ってるということで露店にまず、そうですね、一通り売ってはいるんですけれども、その召喚するボスによってマネーが全然違います。どんな名前で検索すればいいんでしょうか。魔獣、一番人気のやつは魔獣の召喚。魔獣の召喚だけでもいいか。だけでも食べてます、ね、検索。それ、おー、600万。それがジャボークを召喚できるあのアイテム、人気のやつけど、ジャボークは倒しやすい、あの成功しやすいから安い、だいたいでも相場は600万ぐらい。こんな高いの買えません。じゃあ召喚で検索してみる、の召喚で検索してみる。1100万、おお。ちなみに私、あの今230万持ってますから。おお。あ、じゃあ、え、ちょっと待って、その鋼こう、なんて読むんだそれ。てか、変えるのどっちかっすよ。え、あ、マジっすか。その、冥国ってなんだっけ。砂漠エリアのボスモンスター、ね、あの、レコガディじゃないですか。あー、なるほど。レコガディってあの、あれか、あの、ガオーってやつ、うん、はいで、この鋼の方は、なんだっけ。鋼の機械、グレイスを召喚するって書いてあるよ。誰だよ、グレイスって。これ買っちゃう。え、それもしかしてあれじゃないですか。何新しい階層とか、なんかもし面白そうっす。急いで買っちゃう、急いで買っちゃう。行っちゃう、行くぞ、勝っちゃうぞ、勝っちゃうぞ。いいよ、いいっすよ。3、うん、2、うん、1。勝ったー。ゼロー、勝ったー。おー、ついに買ってしまいました。買ってしまいましたね。さあ、これを今から召喚するわけですね。うん、とてもこのっていうか召喚自体もしたことがないからさ、どういう確かに UI で紹介されるのかとかも全然わかんない、うん、立ってる場所にできるのかな、それとも目の前にできるのかな。アイテム、バッグ、消費だよね、きっとね。消費、 ありましたよ、先生、ありましたよ、これ。おっと、今もツイッターで全力で呼びかけています。使用、押しますよ。いいですか、いいですか、いいですか、いきますよ。せーの、ドン。あ、入った。私、勝手に入った。すげえ。こうなるんだ。あ、なるほど。ムララレア戦が安らぎの場リベールからレイドボスを召喚いたします。早い、誰か、もうすでに一人いる。召喚レイド受付。私もツイッターでちょっと一回つぶやこう。アバベルオンラインで、リベールにレイドボス出しました。皆さんはぜひお越しください。共に戦いましょう。つぶやいた。行ってみようか。どんなボスが。どんなボスなんでしょう。私もね、まだ履いてないんですよ。その 今そこに向かってるから。こんにちは、どうだい、強いのかい。どこ、おらんくね、おらんくね。こっちか。お、あれじゃない、新階層にこんなやついなかったっけ。あれ違うか。みんなすでにすごい戦ってくれてる。ありがとう。チェックするよ。チェック。イエーイ。殴られたらどれぐらい食らうのかな。やばいかな。あ、一発500ぐらいだ。おー、これは、あれ先生、全然なんかやっつけられるんじゃないですか、これ。このロボ。お、素晴らしい。おや、ほら、みんな強くするぞ、ほら。チェック。なんか嬉しいな、自分が出してみんなが戦ってくれてるって、ね、いいな、なんか、うん、これクリアできたらさ、うん、召喚した人に経験値入るんでしょ。そうそう、なんか、おお、容器に計らえみたいなところ、どこかしら
まあまあまあ、待ってください、減らなくないですか。参加する方の我々ももらえますか。先生、全く減らなくないですか。やっぱり、全く減らなくないですか。これは硬いんじゃないですか。これだけの人数で今殴ってたら、なんか1割とは言わなくても 0.5 割ぐらい削られてもいいんじゃないですか、これ。だから安かったんか。なんかこれやばくないですか。やばい。見てくださいよ、見てくださいよ、ゼロ割ですよ。ゼロ割。やばい。よし、強くしよう、みんな。チェック。3かけて。ただ、攻撃力はそんなに強くない。なるほど。あ、鋼ってことは、防御力が硬いのか。だから、あ、そういうこと？知らないけど、3かけた方がいい、たくさん。でも、防御力高くないよ。普通にみんなダメージバンバン入ってるよ。HP が多いのかな。あー、ワンチャンあるの。HP やばいっすね。やばい、ちょっと回復する。やばいやばい。何の役にも立ててない。ほら、セクするお前たち。あ、でも、ちょっとだけ減ってきたかな。そうですね。これすごいの、みんなのおかげだな。てかこれスタンやめて、みんな棒立ちするの何なの、大丈夫、みんな生きて。スタンされた瞬間にさ、全員がピッと止める。やべやべやべ。マルジョさん今どこにいるんですか。そこ戦ってます。何見えねえ。まさか結構ダメージ結構食らいますけど。やばいスタン、やばいやばいやばい、みんなスタンするとやばい。皆さん、今パーティーじゃない。あ、今パーティーじゃない。いや、パーティーですね。いや、まあいいか。これさ、かなりの人来てくれてるんじゃないですか。そうですね、1割減りましたんで、3スキル分使う。あれ、待って、先生、あと15分45秒使えたら。そうですよ、そうですよ。え、だからレイドは時間があるんです。その時間内に倒せないと失敗の。ちょっと待ってよ。だから難しいやつはあんまり。アバベルのレイド、全然 HP が減らないのでもっとみんな来てください。リ焦り出した。ベールリベールの入り口なんていうんだ、ポータル前です。お願いします。おい、みんな友達してんじゃねえ。やばいな、やばいこれ。でも待って、どれで安いんですか。150万だよ、150万。もうこの人ですね、ただいま2割はいかねえな。1割5分でしょ、1割5分でしょ。さっき15分何秒とかの段階で見てあれぐらいだったから、この瞬間ここら辺まで減ってる。動くな、止まれ。やばい、全員スタン。やばい、これ全員スタンがやばい。スタンの間に HP がもうなくなってるってことは回復もできない。悲しいな。じゃあもしこいつがこう非常に強いキャラだったとしたら、倒せたらちょっとみんな胸張れるんじゃない。頑張れ、みんな頑張れ、頼む、戦ってくれ。このツイッターでツイートしてからすぐに立てたっていうのもですね、5分前10分前にツイートしておけばもっと、はいはい、スタートダッシュ、スタートダッシュ。今、さらに1分経過してどうなったかというと、今ようやく1割ぐらい。え、これ1割？ 1 割見えるんですか。マミムタさんの目には2割に、1割に見える。私の目には2割に見えてます。2割。でも皆さん同じチャンネルで今でも見えない。なぜだ。せっかく、勝ったのに
これまさかまさかもしかしたらガディオスとかの方がもう一個の方ワンチャンあったかもしれない。まさかもうないよお金。これ戦ったことないからどんぐらいのそこ、こうあれか分かんない。まああっちも強いですけどね、死んじゃうの。スタンきつい。あコンテさせてください。私は今魔石が先日のガチャの名残でたくさんあるんです。こいつさスタンマジでやばいな。やばい。どうなってんの。あと12分あと12分あと12分で割と厳しい。まだわからんや。これ村井さんありがとうってメッセージくれて、ありがとう、こちらこそありがとう、戦ってくれて。でもマルトさん3割ぐらい行きましたよ。行きましたよ、3割ぐらい。これ行きましたよ。ワンチャンありますよ、ワンチャン。もう一回つぶてます。一回つぶやいてまたさらに太ってきてくれるかな。分かんない。どうかな。あ、すげえ、今こいつ頭飛んだ。え、あ、本当だ。このモンスター今頭が飛び出したぞ。うわあ、すげえ、このスタンきつい。強敵。でもそんなあまり遠くとかにビヨン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 行かないからいいです。楽ですね。これだけの人数で殴ってこれだよ。あと10分。あと10分でおいくら ?3 割ない。3割ぐらい。あと半分いってねえな。半分いってねえな。レイドってそもそも全体で20分。そうです。村井さんファイトって言われてる。ありがとう、頑張れよ。ありがとう、頑張れよ。スタンきつい。みんなスタンやめて。応援メッセージいただいてますよ、先生。マルトさん。ありがとうございます。うん。あ、本当だ。感謝して戦わないと。グレイス MKX って名前ですね、こいつ。このグレイスさんにも種類あるんですかね。どうなんでしょうか。よし、ありがとう。現在の状況を。あー残り3割です。50分。えい。えい。コンティニュー。もう一回。あれも。可能性あるよね。可能性あるよね。可能性。可能性あるよね。見えてきましたかね。可能性が見える。これもし成功したら。うん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 。え、200万ぐらいじゃん。分かった、ちょっと私つぶやく。ボスから距離取って、討伐の、討伐に成功、下痢、成功、でもあれですよ、その200万もらえるのは村井さんだけです。分かる分かる、それでいいんだよ。アバベルの召喚中のゲリラボス、名前なんだっけ。グレイスじゃん。グレイス。出すなら魔獣出せって言われてる。グレイスさん4割ほど削りまして、あと10あと9分いける可能性があります。ぜひ。 OK。 みんな来い、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 みんな来い。村さん大好き、ありがとう。あ、人が死んでる。ああ、生き返った。あの人生き返った。やばい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 、逃げる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 。みんな頑張れ、頼む、みんな頑張れ、みんな力を合わせよう、頑張ろう。出すなら魔獣を。すいません。すいません。魔獣がですね、4倍ぐらいの高さだったんですよ、マネー的に。3、イエス、3。出すなら魔獣希望。あ、すいません、ちょっと言い方を変えてきましたね。言い方を変えてきましたね、あなた。やばい、みんなが
みんながスタート。三、剣、チキン。このレイドってのはこういう恐ろしいものなんだな。ユーザーが一番インしてる時間が多いタイミングは、はいはいはい、もうこのユーザーレイドのポータルが至る所に。どうですか皆さん、唐突に夕方6時のレイド。まあ、私たちも特段今日が何か記念日というわけでも何でもないんですよ。思い立ったが、なんとなく一回やってみたかったっていう。これマグマに落ちたら大ダメージとかないのかね、このボス。ねえ、落としたいですね。落としたいよね、ここをこういうマップだったらなおさら。で、この機械が消えたけど、あえて引っ張って。いいなぁ、なんか水銀みたいな作りになってさこの金網をこうそのまますり抜けていく半分やで、半分、うん、半分まで来た。あー、取れたんかー。全力で殴ってますよ、うん、あれ私今ポーション、あれポーション、ポーション83だった。私72でした。うぅ、あースタン、やめろ。そうか、でもなんかどうせ出すな魔獣希望と言われるほどにこのグレイスさんなかなか恐れられているモンスターなんですね。取れるしね。あ、村井さん愛してる、ありがとう。誰、あなたは誰なの。あ、ありがとう。センキュー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 、頑張れ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 、いけ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 。あ、かわいいアバターだね。村井さん愛してるって言ってくれてる人。今ようやく5割超得意ぐらい。なんだって、そして5分、なんだってやばーやばやばー。でこれ失敗しましたってあの GM のメッセージで出るんでしょ。やべえ、恥ずかしい。魔獣買わねえからだ。ちくしょー、みんなに言われるんだよきっとそれ。こんなにダメージ与えてグレイス、このことか。あ、なんかすごい愛してる以外にも大好きよって言ってくれてる人もいた、さっき。ありがとうございます、とてもありがとうございます。せっかくね、参加していただいてる人たちのために成功させたいね。え、成功したいですね。現地欲しいですね。ねえ、うん、まあただもし負けてしまったとしても一緒に戦ったという思い出は残るから。そうだよ、この何の変哲もないただの夕方に唐突にこんななんか強いやつ出してさ。あと4分、あーあー、あと4分。こうなってくるとね、もう1回もこれだなって諦めて続ける人もね、多々あります。退出しました。退出しました。え、マミルトさん。いや違う違う。で、あのシステムの。はいはい。黄色文字。あ、黄色文字出てる？上にガンガン出るの？その入室退出みたいなやつ。あ、そうなんだ。私メッセージ出してないからさ。あ、でも今直近だと入室したってばっかり。やった。みんな頑張って。いやー、やべえ、やべえ、死ぬ死ぬ死ぬ。ポーション50個ぐらい持ってきたのにさ。そうなんですよ、私99個持ってきたのに。なんか全然安心してたのにさ、まさかこんなことになるの。舐めてました、舐めてた、完全に舐めてた。だってこの人数でタコ殴りしてたよ、この減り方だよ。だってその
直しやすいって言われてるジャブオープンでさえ割とその失敗したりします。ああスタンやめて。あ退出退出退出。ああみんな、みんな行かないで。最後は1対1だ。最後の最後も1対1だ。でもあと2分半でしょこれ、うん、で3割強でしょ。これがユーザーレイドの現実。 そうですね、そしてレイドでこう召喚したオーナーの皆様がこう感じているこの気持ち。そうですね、オーナーの方もなんか、うん、これはもうダメですね、戦っていただいてありがとうございますみたいな言ってらっしゃいます。なるほど、それがアバベルなんだな。です、ね、アバベルのレイドなんだな。弱、あー1分53秒。あーいいとこまで結構削れると思うんですけどね。なんかいきなりボンって減らないかな、あの HP。 でも人のさ密集度みたいな話で言うとめちゃめちゃ人いるよね。それで言うとこれ各チャンネルで戦って、あ、各チャンネルじゃないと出ようじゃないですか。もう私回復薬がないので特攻します。最後まで力尽きても大丈夫、頑張ります。責任を取らせていただきます。あの回復薬ありますよ、OK、大丈夫です、殴ってください。あの送る時間がもうそんな暇があるんだったら殴ってください。あと1分だ、うん、もうダメだ、あと1分。こいつ強えな、なんだよこいつ強えよ。出すなら魔獣をっていうあの言葉がすごい響いてる、心に響いてる。出すなら魔獣を、高かったんだ。とどめだー、グレイス。でもこれでも分かりましたね、グレイスの強さが。これぐらいの雰囲気で殴っても勝てないのがグレイス。あ、なんか村井さんチューってチューされてます私。あのメッセージでありがとうございます、ありがとうございます。あ、諦めない、あと10、あ、諦める。いや10秒、いや分かった、最後まで責任取ろう、頑張る。あー7、6、5、最後 HP どれぐらい、これぐらいか。2割5分3割、キャースタンで終わっちゃった。参加してくれた皆様ありがとうございました。初めてやってみたわけでございます。真ん中行こうか。そうですね、この真ん中のこの辺でちょっとあのあれしとくわ、棒立ちというか、あ、まあいいや、エモーション、あ、土下座にしよう。落ち込むじゃちょっと表現しきれない、土下座にしよう。皆様大変申し訳ございませんでした。もう見れないね、うん、ポテチさんが眠いって言ってる、寝てんだよ。ほら皆さんここに私の土下座が見えますか。そうです、見えます。皆さん踏みつけてください。大変申し訳ございません、ポテチさん眠いのに参加してくれてありがとうございます。私は誤解していましたよ、うん、ユーザーレイドはね30分ぐらいだと思ってました、うん、まさか20分だったな。そしてこのグレイスなんだ MK3 みたいなやつ、うん、こんなに強いなんて。村井、はい、こんにちは。はい、こんにちは。しかもポーションもあんなに持ってったのに全然ダメだったな、うん、乾杯です。今日は乾杯でした。参加していただいた皆さん、参加していただいた、ありがとうございました。ただ私的には犠牲も多かったですけれども、うん、みんなと過ごせたこの時間がプライスレスかなと。私の周りではあのみんな小作ダンスしてる。なんでやねん。おい、私もそっち行かせてくれ。小作ダンス、どこ小作ダンス。なんか映ってないですね。あ、表示人数増やそう。待ってくださいね。コンフィグ、表示人数大決定。じゃーん、どこ。どこ、コサックの人、コサックの民、どこ、コサックの民。
ただ私の方でも村井さんたち映ってないんですよ。おりゃチャンネル同じとこか入ったんですけど、いなそうね、うん、アパレルじゃない、パラレルワールドか。そうだな、パラレルワールドだな、うん、はい、じゃあそんなわけで、はい、この度は改めて何度でも宮原さんは誠にありがとうございました。ありがとうございます。また機会があればよろしくお願いします。さよなら。12月12日石川県にて、マックス村井生誕祭チケット大好評発売中、概要にリンクございます。ぜひともお越しください、他にもですね、年内、アップバンクイベントもり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 盛りだくさんでございます。引き続きお楽しみくださいませ。あと忘れてはならないのは、チャンネル登録がお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。お願いします。他にもですね、マミルトンさんのチャンネルとか高橋くんのチャンネルとか、この辺にいます、この辺に。あとハラミンとガル、今どっか行ってます、ハラミンとガルのチャンネルとか、いろんなチャンネルございますので、アップバンクがお届けする、いろんな動画チャンネル、ぜひともすべてお楽しみください、全部一色単にまとめまして概要欄にリンク入れております。では引き続き別の動画もお楽しみください。さよなら。